夢の旧作死後の恋1はははははいや失礼しましたさぞかしびっくりなすったでしょうあはあ「こじき」かとお思いになったあはははいや大笑いです あなたは近頃このウラジオの町で評判になっている風来坊の吉街紳士が私だということをちっともご存じなかったのですねああなるほどそれじゃあそうお思いになるのも無理はありません泥棒市に売れ残っていた旧式のボロ礼服を着ている男があなたのような立派な日本の軍人さんをスウェーツランスカや ウラジオの銀座通りの真ん中で捕まえて、こんなレストランへ引っ張り込んで、出し抜けに、私の運命を決めてください、などとお願いするのですからね。きちがいだと思われても仕方がありませんね。<laughs> しかし、私がこじきやきちがいでないことはお分かりになるでしょう。 ねえお分かりになるでしょう酔っ払いでないこともさようお笑いになると困りますが私はこう見えても生え抜きのモスクワ育ちで旧ロシアの貴族の血を受けている人間なのですそして現在ではロマノフ王家の末路に関する死後の恋という死後の恋という 極めて不可思議な神秘作用に自分の運命をさえつけられて世もおちおち寝られぬくらい悩まされ続けておりますので実はただいまからそのお話を聞いていただいてあなたのご判断を願おうと思っているのですがもちろんそれは極めて真剣なかつ歴史的な重大なお話なのですが。 ああ、ご承知くださるありがとうありがとう本当に感謝しますところでウォッカを1杯いかがですかではウイスキーはコニャックも皆お嫌い日本の兵士はなぜそんなにお酒を召し上がらないのでしょうでは紅茶 コンフェイトム。野菜。あ、この店には自慢のソーセージがありますよ。召し上がりますか原商。おいおい、別品さん。ちょっと起きてくれ。注文があるんだ。私は失礼してお酒をいただきます。いや、まったく。こんな贅沢な真似ができるのも、日本軍がいて秩序を保ってくださるおかげです。 部屋が小さいのでペイチカがよく聞きますねさあ帽子をお取りくださいどうかごゆっくり願います実を申しますと私はつい1週間ばかり前にあの日本軍の兵隊部の門前であなたをお見かけした時から是非とも一度ゆっくりとお話ししたいと思っておりましたのです あなたがあの兵坦部の門を出てこのスエツランスカヤへ買い物においでになるお姿を拝見するたんびに「これはきっと日本でも身分のあるお方が軍人になっておられるのだな」と直感しましたのですいやいや決しておべっかを言うのではありません。のみならず失礼とは思いましたがその後だんだんと気をつけておりますと。 あなたのロシア語が外国人とは思われぬくらいお上手なこととロシア人に対して特別にご親切なことが分かりましたのでしかもそれはあなたが私たちの気持ちに対して特別に深い行き届いた理解力を持っておいでになるのに原因していることがはっきりと私にうなずかれましたので是非とも。 この話を聞いていただくことに決心してしまったのです。いなあなたより他にこのお話を理解して私の運命を決定してくださるお方はないと思い込んでしまったのです。さようただ聞いてくださればいいのです。そして私がこれからお話しする恐ろしい死後の恋というものが。 実際にありえることを認めてくださればよろしいのです。そうすればそのお礼として失礼でございますが私の全財産を捧げさせていただきたいと考えておるのです。それは大抵の貴族が目を回すくらいのお金に値するもので私の命にも代えられぬ貴重品なのですが。 こののお話の真実性を認めて、私の運命を決定してくださるお礼のためには決して多すぎると思いません。惜しいとも思いません。それほどに私を支配している死後の恋の運命は崇高と深刻と機械とを極めているのです。 少々前置きが長くなりますが注文が参ります間ご辛抱くださいませんかあらしを私がこの話をして聞かせた人はかなりの多数に上っております同胞のロシア人には無論のことチェックにもユダヤ人にもシナ人にも米国人にもけれども 一人として信じてくれるものがいないのですそればかりか私があまり熱心になって相手構わずにこの話をして聞かせるためにだんだんと評判が高くなってきましたしまいには戦争が生んだ一種の精神病患者と認められて白軍の隊から追い出されてしまったのですそこでいよいよ私は このウラジオののいとこなってしまいましままた。この話をしようとするとみんなゲラゲラ笑って逃げていくのですたまに聞いてくれるものがあっても人をバカにするなと言って怒りだしたりニヤニヤ冷笑しながら手を振って立ち去ったり胸が悪くなったと言って私の足元につばを吐いていったり それが私にとって死ぬほど悲しいのです。寂しくて情けなくてたまらないのです。ですから誰でもいい。この広い世界中にたった一人でいいから現在私を支配している世にも不可思議な死後の恋の話を肯定してくださるお方があったらそして 私の運命を決定してくださるお方があったらその方に私の全財産である死後の恋の形見をそっくりそのままお譲りして自分はお酒を飲んで飲んで飲み地にしようと決心したのですそうしてやっとのことあなたを見つけたのですあなたこそ 死後の恋に絡まる私の運命を決定してくださるお方に違いないと信じたのですいやお料理が来ましたあなたのご健康と幸福を祝させてください日本の紳士にこのお話をするのはあなたが最初なのですからねそしておそらく最後と思いますから ところで一体あなたはこの私を何歳ぐらいの人間とお思いになりますかえわからないハハハハこれでもまだ24なのですよ名前はココルニコフと申します。さようコルニコフというのが本名です モスクーの大学に入って心理学を専攻してやっとおととし出てきたばかりの小僧っ子ですがね四十くらいには見えますでしょう髪の毛やひげに白髪が混じっていますからねはははは。<laughs> しかし私は今から3か月前までは間違いなく20代に見えたのです 白髪などは一本もなくて今とは正反対のムクムク太った黒い顔に白軍の兵卒の服を着ていたのですからところがそれがたった一夜の間にこんな年寄りになってしまったのです詳しく申しますと今年大正七年の八月二十八日の午後九時から 翌日の午前5時までの間のこと距離で言えば道凄い付近の原っぱの真ん中にある一つの森から南へわずか20ロリ、約3里のところにある日本軍の全勝まで鉄道線路図体によろめいてくる間のことですその間に今申しました不可思議な死後の恋の神秘力は 私を魂のどん底まで苦しめてこんな年寄りにまで衰弱させてしまいましたどうですこのような事実をあなたは信じてくださいますか腹しょありえると思われるとおっしゃるのですねおっちえにえ腹しょありがたい ありがたい。ところで最前もちょっと申しましたとおり私はモスクワ生まれの貴族の一人息子で革命の時に両親を失いましてからのちこの裏千代へ参りますまではわざと本名を隠しておったのですがあまり言われませんが生まれつき乱暴なことが嫌いでむしろ 戦争なぞは身震いが出るほど好かなかったのですしかし今申しましたペトログラードの革命で家族や家産を一時に奪われて極端な脅迫に陥ってしまいますと不思議にも気が変わってまいりまして「どうでもなれ」というような自殺気分を取り混ぜた自暴自棄の考えから一番嫌いな兵隊になったのですが。 後、高かち不高か一度も戦争らしい戦争にぶつからないままあちらこちらと堆積を変えておりますうちにセミオノフ将軍の配下について赤軍の後を追いつつご承知でもございましょうがここから300盟りばかり隔たった臼利という村へ移動してまいりましたのがちょうど今年の8月の初旬のことでした。そうして、 そこで舞台の編成が変わった時に、このお話の主人公になっているリアトニコフという兵卒が私と同じ分隊に入ることになったのですリアトニコフは私と同じモスクワ生まれだと言っておりましたが帰居動作が思い切って無邪気で活発な一種のはしゃぎ屋と見えるうちにどことなく気品が備わっているように思われる 歳の少年兵士で、真っ黒く日に焼けてはいましたけれども確かに貴族の血を受けていることがその清らかな目鼻立ちを見ただけでもわかるのでした彼はこの村に来て私と同じ文体に編入されると間もなく私と非情な仲良しになってしまって兄弟同様に親切にし合うのでしたと言っても 決してかしありませぬあんなことは重ととののを錯覚した一種の地方患者のすることですで、そのリアトリニコフと私とは何ということなしに心を惹かれあって暇さえあれば宗教や政治や芸術の話なぞをし合っているのでしたが2人とも純な王朝文化の相席者であることが おおいおいとわかってきましたので、涙が出るほど話がよく合いました殺風景な軍人の間にこれほどの話し相手を見つけた私の喜びと感激。それはおそらくリアとニコフも同様であったろうと思われますがその楽しみがどんなに深かったかはあなたのお察しに任せますけれども そうした私たちの楽しみはあまり長く続きませんでしたその後まもなくセミオノフ軍の方ではこの村に白軍が移動してきたことをニコリスクの日本軍に知らせるために私たちの一分隊菓士1名兵卒11名に2人の将校と1人の菓士を添えて石膏に出すことになりましたのですさよう連絡石膏ですね 実は私はそれまで弱虫と見られていてそんな任務の時にはいつでも後回しにされていたので今度も都合よく司令部の勤務に回されていましたからしめたと思って内心喜んでいたのですが思いもかけぬ因縁に引かされて自分から進んでいくようなことになりましたのでというのはこんなわけですその 出発に決まった前日の夕方にそれは何日であったか忘れてしまいましたが私がリアトニコフの仲間の軍隊の者のにお別れを言いに司令部から帰ってきますと軍隊の連中はどこかへ飲みに行っているらしく部屋の中には誰もいませんただ隅っこの暗いところにリアトニコフがたった一人でしょんぼりと。 具の手入れか何かをしていましたが私を見ると急に立ち上がって何やら意味ありげに目くばせをしながら外へ引っ張り出しましたその態度がどうもへんてこで顔色さえも尋常でないようですそうして私を人のいない馬屋の横に連れ込んでいま一度そこらに人影のないのを見すましてから内ポケットに手を入れて。 手紙の束かと思われる平べったい新聞包みを引き出しますと中から古ぼけた革のサックを取り出して金色の留め金をパチンと開きました見るとその中から大小23粒大小230粒の見事な宝石がキラキラと輝き出しているではありませんか私は。 目がくらみそうになりました。私の家は貴族の癖として先祖代々からの宝石好きで私も先天的に宝石に対する趣味を持っておりましたのですぐにもう焼けつくような気持ちになってその宝石を一粒ずつつまみ上げて青白い夕明かりの中に多滅すが滅して改めたのですがそれは磨き方こそ旧式でしたけれども。 1一粒残らず間違いのないダイヤルビーサファイアトパーズなどの寄り抜きでウラルさんの第二流品などは1粒も混じっていないばかりでなく名高い宝石収集家の秘蔵の一品ばかりを1粒ずつ買い集めたかと思われるほどのすばらしいものぞろいだったのですこんなものが。 まだ裏若い一兵卒のポケットに隠れていようなぞと誰が想像しえましょう3私は頭が死因となるほどの打撃を受けてしまいましたそして開いた口が塞がらないままリアトニコフの顔と宝石の群れとを見比べておりますと リアトニコフはそのいつになく青白い方を心持ち赤くしながら何か言い訳でもするような口調でこんな説明をして聞かせましたこれは今まで誰にも見せたことのない僕の両親の形見なんです過激派の主義から見ればこんなものはまるで麦の中の泥粒と同様なものかもしれませんけれどもペトログラードでは ダイヤや真珠がドロドブの中に捨ててあるということですけれども、僕にとっては命にも変えられない大切なものなのです。僕の両親は革命の起こる三ヶ月前、去年のクリスマスの晩にこれを僕にくれたのですが、その時にこんなことを言って聞かせられたのです。このロシアには近いうちに革命が起こって、 私たちの運命を葬るようなことになるかもしれぬ。だからこの家の血統を絶やさない万一の用心のために誰でも意外に思うであろうお前にこの宝石を譲ってこっそりとこの家から追い出してしまうのだ。お前はもしかするとそんな処置をとる私たちの無慈悲さを恨むかもしれないけれどもよく考えてみると 私たちの前途とお前の行く末とはどちらが幸福かわからないのだお前は活発な生まれつきで気性もしっかりしているからきっとあらゆる観覧神句に耐えて身分を隠しおせるだろうと思うそしていま一度私たちの時代が帰ってくるのを待つことができるであろうと思うしかし もしその時代がなかなか来そうになかったならばお前はその宝石の一部を結婚の費用にして家の血統を絶やさぬようにして自節を見ているがよいそうして世の中が元に帰ったならば残っている宝石でお前の身分を証明してこの家を再興するがよいというのです僕はそれからすぐに 貧乏な大学生の姿に変装をしてモスクワへ来て小さな家を借りて音楽の先生を始めました僕は死ぬほど音楽が好きだったのですからねそして檻を見てベルリンかパリへ出てどこかの寄せか劇場の学習になりおせる計画だったのですがしかしその計画はすっかり失敗に期してしまったのですその頃の頃モスコーは、 とても音楽どころか、開けてもくれてもピストルと爆弾の即興交響楽で楽譜謎を相手にする人は一人もありません。おまけに僕は間もなく没興した赤軍の強制募集に引っかかって無理やりに鉄砲を担がされることになったのです僕が音楽を思い切ってしまったのはそれからのことでしたなぜ思い切ったかっていうと僕の習っていた楽譜は みんなクラシカルな王朝文化式のものばかりで今の民衆の下等な趣味には全く合いませんそればかりでなくうっかり赤軍の中でそんなものをやっていると身分がバレるおそれがありますからねですから一生懸命に隙を見つけて白軍の方へ逃げ込んできたのですがそれでもどこに赤軍の艦長がいるか分かりませんからすっかり用心をして 口笛や鼻歌にも出しませんでしたがその苦しさといったらありませんでした上手なバラライカや呼吸の音を聞くたんびに耳を押さえてうんうん言っていたのですがそうして一日も早く両親のところへ帰りたい上等のグランドピアノを思い切って弾いてみたいとそればかり考え続けていたのですがところがちょうど昨夜のことです 文体の仲間がいつになく真面目になって何かひそひそと話をし合っているようですから何事かと思って耳を引っ立ててみますとそれは僕の両親や兄弟たちが過激派のために銃殺されたという噂だったのです僕はびっくりして声を立てるところでしたけれどもここが肝心のところだと思いましたから わざと暗いところに引っ込んで、よくよく様子を聞いてみますと、僕の両親が何も言わずに落ち着いて殺されたことや、僕を一番好いていた弟が、銃口の前で僕の名を呼んで助けを求めたことまで分かっていて、どうしても本当としか思えないのです。ですから僕はもう、何の望みもなくなって、あなたにお話ししようと思っても、 あいにく勤務に行っていらっしゃらないしといううちに涙をいっぱいにためてサックのふたを閉じながらうなだれてしまったのです私は面喰らったが上にも面喰らわされてしまいました腕を組んだまま突っ立ってリアトニコフの帽子のまびさしを凝視しているうちにひざ頭がブルブルと震えだすぐらい驚きまどっておりました 私はリアトニコフが貴族の出であることを前からちゃんと察しているにはいましたがまさかにそれほどの身分であろうとは夢にも想像していないのでした実を言うと私はその前日の勤務中に司令部で同じような噂をちらりと聞いておりましたニコラス背が、 その皇后や皇太子や内親王たちと一緒に過激派軍の手で銃殺されたロマノフ王家の決闘はとうとうこうして凄惨な終結を告げたという報道があったことをいち早く耳にしているにはいたのですがその時はよもやそんなことがあろうはずはないと確信していました。いくら過激派でも、 あの、何も知らない無力な温潤なツワール温潤なツワールとその家族に対してそんな非常識なことを仕掛けるはずはありえないと心の内で冷笑していたのですまた白軍の司令部でも私と同意見だったと見えて今一度真偽を確かめてから発表する決して動揺してはならぬ という通帳を各部隊に出すように手はずをしていたのですがとはいえ仮にそれが巨峰であったとしても今のリアトニコフの身の上話とその噂とを結びつけて考えると私は実実にに重大ここのの上もないい事実に直面しているるとがわかるのです。そんな重大な因縁を持った素晴らしい宝石の所有者である青年とこうして向かい合っている。 ということは真に身の毛もよだつ危険千番な運命と自分自身の運命とを結びつけようとしていることになるのですただしここにただ一つ疑わしい事実がありましたというのは他でもありませぬニコラス拝帝が内親王はいくたりも持っておられたにもかかわらず王子としては 今年やっと15歳になられた皇太子アレキセイ殿下以外に一人も持っておられなかったことです。ですからもし今日ただいま私の目の前に立っている青年が真に背廷の王子で過激派の重厚を免れたロマノス王家の最後の一人であるとすればオルガタチアナマリアアナスタシアと4人の内心の殿下の中で 一番お若いアナスタシア殿下の兄君か弟君かいずれにしてもそこいらに最も近い年頃に相当するわけなのですがそうしてこれがもしずっと以前のロシアかまた外国の皇室ならばすぐにそんな秘密の王子様が人知れず民間に残っておられることを施行されるのですがしかし 最近の我がロマノフ王朝の宮廷内ではかような秘密の存在が絶対に許されない事情があったのですすなわちもしニコラス背景にこんな王子があったとすればたとえどんなに困難な事情がありましょうとも当然王子として披露さるべきはずであることがその当時の国情から考えても分かりきっているのでしたその国情というのは あらかたご存じでもありましょうしこの話の筋に必要でもありませんから略しますが要するにその当時のスラブ民族は上も下も一斉に皇女のご誕生を渇望しておりましたので甚だ式に至ってはビクトリア女王の王女である皇后陛下の周囲にドイツのマイナを受けている者がいる王子がお生まれになる都度に圧殺している者がいる。 というようよな馬鹿げた流言まで行われててていいいたたことを私は祖父から聞いて記憶していたのですですからこうした理由から押して考えてみますと現在私の目の前に宝石のケースを持ったままうなだれて白いハンケチを顔に当てている青年は必ずや背景に最も近しい何々大公の中のある一人の血を引いた人物に違いない。 それはかような身分を証明するほどの宝石の存在によっても容易に証明されるのでことによるとこの青年はその父の対抗一家が拝帝と同じ運命の道連れにされたことを推測しているかもしくはその対抗の家族の虐殺が拝帝の侵略と誤り伝えられていることを直覚しているのかもしれないしかも 万一そうとすればそうした容易ならぬ身分の人からかような秘密を打ち明けられるということはスラブの貴族としてこの上もない光栄でありかつ面目にもなることであるが同時に他の一面から考えるとこれはまた予測することのできない恐ろしい危険千番な運命に自分の運命が接近しかけていることになる。と こう考えてきました私は我れ知らず「ほ」と大きなため息をつきましたそうして腕を組み直しながらいま一度よく考え直してみましたがそのうちに私はまた「とてもおかしい」「吹き出したいくらいへんてこな事実に気がついたのです」というのはこの目の前の青年本名は何というのかまだ分かりませんが リアトニコフと名乗る青年がこの際なぜこんなものを私に見せてこれほどの重大な秘密を打ち明ける気になったのかという理由がさっぱりわからないことですもしかしたらこの青年は私が貴族の出身であることをあらかた察していてかつは親友として信頼しきっているあまりに胸に余った秘密の欺きと苦しみ等を訴えて 慰めてもらいいに来たのではあるまいかとも考えていましたがそれにしてはあまりに大胆で軽率でそれほどの運命を背負って立っている頭のいい青年の仕業とはどうしても思われませぬそれならばこの青年は一種の古代妄想郷を見たような変態的性格の所有者ではないかしらんたった今見せられたおびただしい宝石も 私の目を欺くに足るほどの巧明を極めた偽物ではなかったかしらなぞとも考えてみましたがいくら考え直しても今の宝石はそんな偽物ではない正真正銘の一品ぞろいに違いないという確信がいよいよますます高まってくるばかりですしかしまたそうかといってこの青年になぜその宝石を僕に見せたんですか なぞと質問をするのは私に接近しかけている危険な運命の方へ一歩を踏み出すことになりそうな予感がします。でこうしていろいろと考え回したあげく結局するところいずれにしてもこの場合は何気なくあしらってどこまでも戦友同士の一兵卒になりきっていた方が双方のために安全であろう。 これからのちもそうした態度でつきあっていきながら様子を見ているのが最も賢明な方針に違いないであろう。とこう思い当たりますと、寝が臆病者の私はすぐに腰を決めてしまいました。前後を一たり見回してから、いかにも貴族らしく応用にうなずきながら、二つ三つせき払いをしました。そんなものはむやみに人に見せるものではないよ。 僕だからいいけれども他の人間には絶対に気づかれないようにしていないと元も子もない目に遭わされるかもしれないよ。しかし君の一心情については将来ともに及ばずながら力になってあげるからあまり力を落とさない方がいいだろう。そんな身分のある人たちの虐殺や死刑に関する風説は大体23度ほど伝わっているのだからね。例えば、 アレキサンドロウラジミルなぞという名前はね。といい相手の顔色をうかがっておりましたがリアトニコフの表情には何らの変調も現れませんでしたかえってそんな名前を聞くと安心したように長いため息をシーシー顔を上げて涙を拭きますと何かしらうれしそうにうなずきながらその宝石のサックを また内ポケットの奥深く押し込みましたがしかし私は決して作り飾りを申しませんあなたに蔑まれるかもしれませんけどこんなお話に嘘を混ぜると何もかもわからなくなりますから正直に告白します手早く申しますと私は事情の遺憾にかかわらずその 宝石が欲しくくてたたまらなくなったのです私の血管の中に先祖代々から流れ伝わっている宝石愛好欲がリアトニコフの宝石を見た瞬間からみるみる松明のように燃え上がってくるのを私はどうしても打ち消すことができなくなったのです。そうしてもしかすると今度の石膏旅行でリアトニコフが戦死しはしまいか というような頼りない予感からも、ぜひとも一緒に出かけようという気持ちになってしまったのです。うっかりすると自分の命が危ないことも忘れてしまって、そしてその宝石が間もなく私を身の毛もよだつ地獄に連れて行こうとは、そしてリアトニコフの死後の恋を物語ろうとは、誰が思いを呼びましょう。 私どものいたウスリからニコリスクまでは鉄道で行けば半日くらいしかかからないのでしたが途中の駅や村を赤軍が占領しているのでずっと東の方に迂回していかなければなりませんでしたそれは私どもの一帯にとっては実に刻一刻と命を切り縮められるほどの苦心と労力を要する旅行でしたけれども 幸いに一度も赤軍に発見されないで出発してから十四日目の正午ごろにやっと同凄いの寺院の先頭が見えるところまで来ましたそこは赤軍が占領しているクライフスキーから南へ約八ロリ二里ばかり隔たったところで果てしもない湿地の上に波立つぼうぼうたる大草原の左手には 薄鉄道の幹線が一直線に白く光りながら横たわっておりますその手前の一乗りばかりと思われる向こうにはこんもりとしたまん丸い活用樹の森林がちょうどクライフスキーの町の離れ島のようになって草原の真ん中に浮き出しておりましたこの辺の森林という森林は大抵鉄道用に切ってしまってあるのに この森だけが取り残されているのは不思議といえば不思議でしたがその森のまん丸く重なり合った枝々の茂みが草原の向こうの青い青い空の下で真夏の日光をキラキラと反射しているのが何のことはない名画でも見るように美しく見えましたここまで来るともうニコリスクが花の先と言ってもよかったので 私どもの一体はすっかり気が緩んでしまいました長江をはじめ兵士たちも皆腰のところまである草の中から首をもたげてやっと腰を伸ばしながら下げていた銃を肩に担ぎましたそして大きな雑草の株を飛び渡り飛び渡りしつつ不規則な三回体形をとって森の方へ行くのでしたが間もなく私たちの後ろの方から 涼しい風がスースーと吹き始めてなんだか遠足でもしているような悠々ゆうゆうとした気持ちになってしまいました先頭の将校のすぐ後ろについているリアトニコフが帽子を横っちょにかぶりながらニコニコと私を振り返っていく赤い方や白い歯が今でも私の目の底にちらついておりますその時です たぶん一緑半ばかりへたたっている鉄道線路の向こう側だったろうと思いますが不意にけたたましい機関銃の音が起こって私たちの一帯の前後の青草の葉を枯空に吹き散らしましたそうしてあっと驚く間もなくそのうちの一発が私の左のももを突き切っていったのです私は 一着ばかり飛び上がったと思うと横倒しに草の中へ倒れ込みましたけれどもそれと同時に傷はももだ命に別状はないと気がつきましたので草の中に尻餅をついたままわなわなと震える手で剣を抜いてズボンを切り裂くと表皮と肉をえぐり取られた傷口へしっかりと包帯をしましたそのうちにも引き続いて発射される機関銃の弾丸は ピッ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 と小鳥の群れのように頭の上をかすめていきますので私は人縮みになって身を伏せながら仲間の者がどうしているかと草の間から見回しましたこんなところで一人ぼっちになるのは死ぬより恐ろしいことなのですからねしかし私の仲間の者は一人も私が負傷したことに気づかないらしく皆銃を下げて 草の中をこけつまろびつしながら向こうのまん丸い森の方へ逃げていくのでした今から考えるとよほど狼狽していたらしいのですがそのうちにどうしたわけか機関銃の音がパッタリと止んでしまいましたけれども私の戦友たちはなおも逃げるのをやめませんやがてその影がだんだんと小さくなって森に近づいたと思うと 先頭に二人のそのあとから11名の家臣卒が皆無事に森の方へ逃げ込みましたその最後にかなり逃げ遅れたリアトリコフが私の方を振り返り振り返り森の寝方をはいぼっていくのがよく見えましたがうっかり合図をして撃たれでもしては大変と思いましたのでなおも身をかがめて 足の痛みを我慢しながら一身に森の方を見守って形勢がどうなっていくかと心配しておりましたするとまたリアトニコフの姿が森の中へ消えいったから10秒もたたないうちにどうでしょうその森の中で突然に息苦しいほど激烈な銃声が起こったのですそれは 全くの乱射乱撃で、あきれて見ている私の頭の中をめちゃめちゃにかき乱すかのように、冗談が、あとからあとから恐ろしい悲鳴を上げつつ、森の中へ八方に飛び出しているようでしたが、それがまた、1分間もたたないうちにぴったりと静まると、あとはまた元のとおり、青々と晴れ渡った。 絵のようにしし私はなんだか夢を見ているような気持ちになりました。一体何事が起こったのだろうとなおも一身に森の方を見つめておりましたがいつまでたっても森を出ていく人影らしいものは見えず銃声に驚いたかして原っぱを渡る鳥の姿さえ見つかりません。私は、 そんな光景を見回しているうちになぜということなしにその森林がたまらないほど恐ろしいものに思われてきました。今聞こえた銃声が敵のか味方のかというような常識的な頭の働きよりもはるかに超越した恐怖心私の持って生まれた臆病さから来たらしい旋律が 私の全身をはい回り始めるのをどうすることもできませんでした一面にピカピカと光る青空の下で緑色にまん丸まく輝く森林その中で突然に起こってまた突然に消え失せたおびたらしい忠誠その後の死んだような静寂そんな光景を見つめているうちに私は 草の株をつかんでいる両方の手首が氷のように感じられてきました目が痛くなるほど凝視している森の周囲の青空に灰色のさらさ模様を見たようなものがちらちらとし始めたと思うと私は気が遠くなって草の中に倒れてしまいましたもしかするとそれは、 ももの出血がひどかったせいかもしれませんでしたけどそれでもややしばらくしてから正気を回復しますと私は銃も帽子も打ち捨てたまま草の中をはいずり始めました草の寝方に引っかかるたんびに目もくらむほどズキズキと好調するももの痛みを一生懸命に我慢しいし森の方へ近づいていきましたなぜその時に 森ののへかづいいてったのかその時の私には全く分かりませんでした生まれつき臆病者の私がしかも日の暮れかかっている敵地の野原を耐え難い痛みにあえぎながらどうしてそんな気味の悪い森の方へ這い寄っていく気持ちになったのかそれはその時すでに私が 目に見えぬある力で支配されていたというよりほかに説明の仕方がありませんでしょう。常識から言えば、そんな君の悪い森の方へ行かずに草の中で火のくれるのを待って鉄道線路に出て闇に紛れてニコリスクの方へ行くのが一番安全なわけですからね。もうすまでもなくリアとニコフの宝石のことなどは。 恐ろしい出来事の連続と激しい傷の痛みのために全く忘れておりましたし好奇心とか戦友の生死を見届けるとかいうようなありふれた臨場ももうと残っていなかったようですただ自分の行くところはあの森の中にしかないというような気持ちでそうしてあそこへ着いたら すぐに何者かに殺されてこの恐ろしさと苦しさから救われてあの一番高い木の小杖からまっすぐに天国へ登ることができるかもしれぬ。というような一種の甘い哀愁を帯びた超自然的な考えばかりをたまらない苦痛の切れ目切れ目に往来させながら 果てしもなく静かな野原の腐いきれにむせかえりながらなんとはなしに流るる涙を泥だらけの手で押し拭い押し拭い一心に左足を引きずっていたようですただしその途中で2発ばかり軽い遠い銃声らしいものが森の方向から聞こえましたから私は思わず頭をもたげて 恐る恐る見回しましたがやはり辺りには何の物影も動かずそれが本当の銃声であったかどうかすら考えているうちに分からなくなりましたので私はまたも草の中に頭を突っ込んでそろそろとはいずり始めたのでした5 森の入り口のやわらかい芝草の上に私がはい上がった時にはもうすっかり日が暮れて大空が星だらけになっておりました泥まみれになった袖口やびしょびしょにぬれた膝頭やお尻の辺りからは冷気がぞくぞくとしみわたってきて鼻汁と涙がとめどなく出てどうかするとくしゃみが飛び出しそうになるのです それを我慢しーしー草の上に身を伏せながら耳と目をじっと澄まして様子をうかがいますとこの森は中の方までかなり大きな木が立ち並んでいるらしく星明かりの向こうの方がすいて見えるようですしかもいくら目を見張り耳を澄ましても人間の声はおろか鳥の羽ばたき一つ ののの葉すすれ合う音すら聞こえぬ静けさなのです人間の心というものは不思議なものですね。こうしてこの森の中には敵も味方もいない全くの空虚であることが次第に分かってくると何がなしにほっとすると同時に私の平静の器用さが一時に復活してきました。こんな気味の悪い、 お化けでも出てきそうな森の中へたった一人でどうして来たのかしらん。と気がつくと思わずぞっとして首を縮めました。軍人らしくもない性格でありながら軍人になってこんな原っぱの真ん中にはるばるとやってきてたった一人で傷つき倒れている自分の運命までもがいまさらにしみじみと振り返られて 恐ろししくくてたたままらなくなりましたので、すぐにも森を出ようとしましたがまた思い返してじっと森の中の闇を凝視しました私がリアトニコフの宝石のことを思い出したのは実にその時でしたリアトニコフは「い,いな私たちの一体はもしかすると この森の中で殺されているかもしれぬと気がついたのもそれとほとんど同時でした早くから私たちの旅行を発見していた赤軍は一人も撃ち漏らさない計略を立ててあの森に先回りをしていたそして私たちをあの森へ追い込むべく不意に横合いから機関銃の射撃をしたものと考えれば 今までの不思議がすっかり解決される。しかももしそうすれば、私たちの一体は、この森の中で待ち伏せていた赤軍のために全滅させられているはずで、リアトニコフも、むろん助かっているはずはない。赤軍はその後で、私が気絶しているうちに、線路へ出て引き上げたのであろう。と、 そう考えているうちに私の目の前の闇の中へあのリアトニコフの宝石の幻影がずらりと美しく輝き現れました私はいま一度念のために誓います私は決して作り飾りを申しませぬこの時の私はもうすっかり欲望の奴隷になってしまっていたのです あのすばらしい宝石の数十粒がもしかすると自分のものになるかもしれぬという世にもあさましい望み一つのために苦痛と疲労とでヘトヘトになっている体を草の中から引き落として陰気壺の底のように青黒い目の前の闇の中にそろそろとはいこみ始めたのです。戦場泥棒。 そうです。この時の私の心理状態をあの認否人でしかありえない戦場泥棒の根性と同じものに見られても私は一言の不服も申し立てえないでしょうそれから少し森の奥の方へ進み入りますと芝草がなくなって枯れ葉と枯れ枝ばかりの平地になりましたそれにつれて 体中の毛穴からうのなみ入るような冷たさ気味悪さが一層深まってくるようでその枯れ葉や枯れ枝が私の手のひらや膝の下で砕けるごく小さな物音までが一つ一つに私の神経をヒヤヒヤさせるのでしたそのうちにだんだんと奥へ入るにつれて恐怖になれたせいかいろんなことがはっきりと分かってきました この森には昔、砦かお寺か何かがあったらしく、ところどころに四角い大きな切り石が横たわっていること、時々人が来るらしく、落ち葉を踏み固めたところが連続していること、そして今は全く人間がいないので、今まで来る間も死骸らしいものには一つも行き当たらず、 小銃のケースや帽子などいう戦闘の遺留品にも触れなかったことから推測すると味方のものは無事にこの森を出たのかもしれないということなぞそのうちに積もり積もった枯れ葉の山がはっている私の手のひらに生温かく感じられるようになりました時私はちょうど森の真ん中あたりにある少しばかりのくぼ地に来たことを知りました そこからあたりを見回しますと、森のしずえ越しにあたりのハラッパが薄明るく見えるのです。私は安心したような、同時にすっかり失望したような、何とも知れぬ深いため息をして、そのくぼちの真ん中に座り込みました。思い切って大きなくしゃみを一つしながら頭の上を振りあおぐと。 高い高い木の小杖の間からかすかな星の光が2つ3つ落ちてきますそれを見上げているうちに私はだんだんと大胆になってきたらしくやがていつもポケットに入れているガソリンマッチのことを思い出しました私はそのくぼ地の真ん中で幾度も幾度も身を伏せて辺りのどこからも見えないことを確かめますと すぐに右のポケットからガソリンマッチを取り出して手元を低くしながら自動点火仕掛けの蓋をパッと開きましたその光を頼りにそろそろと頭をもたげてまず鼻の先に立っている木の幹かと思われていた白いものをじっと見定めましたが間、ま、もなく声も立てえずにガソリンマッチを取り落としてしまいました けれどもガソリンマッチは地に落ちたまま消えませんでしたそこいらの枯葉と一緒にぼつぼつと燃えているうちにケースの中からガソリンが漏れ出したと見えてみるみる大きくゆらゆらと油煙を上げて燃え立ち始めましたけれども私はそれを消すこともどうすることもできずに尻餅をついたまま たガタガタとるえているばかりでした私のいるくぼ地を取り巻いた巨大な木の幹に一つずつ丸裸の人間の死骸がくくりつけてあるのですしかもよく見るとそれは皆最前まで生きていた私の戦友ばかりで。 命名のシャツか何かをひっさいて作ったらしい綱で手足を別々にくくって木の幹の向こうへ後ろ手に高く引っ張りつけてあるのですがそのどれもこれもが銃弾で傷ついている上にそうした姿勢で縛られたままあらゆる残虐な苦痛と侮辱等を与えられたものらしく目をえぐり取られたり 歯を砕かれたり耳をぶらりと引きちぎられたりももの間をめちゃめちゃに切りさいなまれたりしていますそんな傷口の一つ一つから毛糸の束のような太いまたは細長い血のひもを引き散らして木の幹から根元までドロドロと流しかけたまま りとうなだれているのです。口を引き裂かれてバカ見たような表情に変わっているもの鼻を切り開かれて笑っているようなものそれらがメラメラと燃え上がる枯れ葉の光の中で同時にゆらゆらと上下に揺らめいて 今にも私の上に落ちかかってきそうな姿勢に見えますそんな光景を見回している間が何分間だったか何十分だったか私は全く記憶しませんそうして胸をえぐられた歌詞館の死骸を見つめている時には自分の胸のところをボタンがちぎれるほど強くひっつかんでいたようです 喉を切り開かれている証拠を見たときには血の出るにも気づかずに自分の喉仏の上をかきむしっていたようです下あごを引き離されて笑っているようなちみどろの顔を見上げたときには思わず「はっはっ」とあえぐように笑いかけたように思います現在の私が、 もし人々の言うとおりに精神病患者であるとすればその時から異常を呈したものに違いありませんするとそのうちにこうしてもがいている私のすぐ背後で誰だかわかりませんがかすかにため息をしたような気配が感じられましたそれが果たして生きた人間のため息だったかどうかわかりませんが私は なにがなしにハッとして飛び上がるように後ろを振り向きますとそこのひときわ大きな木の幹にリアトニコフの死体が引っかかって赤ちゃけた枯れ葉の炎にゆらゆらと照らされているのですそれはほかの死体と違って全身のどこにも銃弾の跡がなくまた 虐殺された,痕跡も見当たりませんせもたた。たりまでしだその首のところをルパシカの白いひもで縛って高いところに打ち込んだ銃剣に引っ掛けてあるだけでしたがそのままにリアトニコフは左右の手足を正しくぶら下げて両目を大きく見開きながらまともに私の顔を見下ろしているのですその姿を見た時に私はし なんだかわからない奇妙な叫び声をあげたように思いますいやいやそれはその目つきが恐ろしかったからではありませんリアトニコフは女性だったのですしかもそのちぶさは乙女のちぶさだったのですああこれが叫ばずにおられましょうか混迷せずにおられましょうか ロマノフホルスタイン、ゴットルブ家の本当の末路彼女私は仮にそう呼ばせていただきます彼女は少し遅れて森に入ったために生け捕りにされたものと見えますそしてその肉体は明らかに強制的の結婚によって蹂躙されていることが その唇をくまどっている猿靴場の跡でも察し知られるのでしたのみならずその両親の慈愛の賜物である結婚費用三十いくつぶの宝石は赤軍がよく持っている口径の大きい猟銃を使ったらしく空砲に込めてその下腹部に打ち込んであるのでした私が 草原を張っているうちに耳にした2発の銃声はその音だったのでしょう。そこのところの皮と肉が破れ開いて中から手のひらほどの青白い臓布がだらりと垂れ下がっているその表面に血まみれたダイヤ、ルビー、サファイア、トパーズの数々がキラキラと光りながら。 粘りついておりました6お話というのはこれだけです死後の恋とはこのことをいうのです彼女は私を恋していたに違いありませぬそうして私と結婚したい考えで大切な宝石を見せたものに違いないのです それを私が気づかなかったのです宝石を見たひとせつなから激しい貪欲にとらわれていたためにああ愚かな私けれども彼女の私に対する愛情は変わりませんでしたそして自分の死ぬる間際に残した一年をもって私を あのの森までで招き寄せたのです。この宝石を私に与えるために、この宝石を霊媒として私の魂と結びつきたいために、ご覧なさい、この宝石を、この黒いものは彼女の血と弾薬のすすなのです。けれども、 この中から光っているダイヤ特有の虹の色をご覧なさいサファイアでもルビーでもトパーズでも本物のしかも上等品でなくてはこの高度な光はないはずですこれはみんな私が彼女の臓布の中から探り取ったものです彼女の恋に対する私の確信が私を勇気づけて そのような、せんりつすべき仕事をあえてさしたのです。ところが、この町の人々はみんなこれを偽物だというのです。血は大方、豚か、犬の血だろうと言って笑うのです。私の話をまるっきり信じてくれないのです。そうして、彼女の。 死後の恋を冷笑するのですけれどもあなたはそんなことはおっしゃらぬでしょうああ本当にしてくださる信じてくださるありがとうありがとうさあお手を握手をさしてくださいうちゅう空間における最高の神秘 死後の恋の存在はやっぱり真実でした。私の信念はあなたによって初めて裏書きされました。それでこそ、こじき見たようになって人々の霊性を浴びつつ、この裏地様の町をさまよい歩いた甲斐がありました。私の恋はもうすっかり満足してしまいました。ああ。 こんな愉快なことはありませぬ。すみませんが、もう1杯乾杯させてください。そして、この宝石をみんなあなたに捧げさせてください。私の恋を満足させてくださったお礼です。私は恋だけでたくさんです。この宝石の霊媒作用は今日ただいま完全にその使命を果たしたのです。 さあどうぞお受け取りくださいえなぜですかなぜお受け取りにならないのですかこの宝石を捧げる私の気持ちがあなたにはお分かりにならないのですかこの宝石をあなたに捧げて喜んで満足して酒を飲んで飲んで飲みぬいて死にたがっている私を かわいそうとはお思いにならないのですか？え。え、私の話が本当らしくないって。あ、あなたもですか？あ,あ。どうしよう。ま待ってください。逃げないでままだお話しすることが。ま 待ってください。ああ。アナスタシア内心の電か。